今後のテーラーメイドのスタンダードとなりうる美しい仕上げのシリーズ、テーラーメイド TP コレクションハイドロブラスト外。皆さんこんにちは、クラブフィッターの小倉隼人です。今回ご紹介します、こちら、テーラーメイドさんの TP コレクションハイドロブラストシリーズご紹介していきたいと思います。まずこの TP コレクション、テーラーメイドさんのですね、パターの、わりかしこうトラディショナルなラインの、シリーズによく使われる名前です。で今回ですね、そのハイドロブラストという名前がついて、登場してきました。そのハイドロブラスト、高圧の水をこう当ててですね、表面を仕上げることで反射せずに眩しくない程度に綺麗な仕上げをしつつ、こう耐久性とそういったところが両立できるという仕上げだそうです。非常にこう確かに綺麗なんですよね。シルバーでこういった明るめのものの仕上げっていうのはですね、割と反射が強いものが多いんですけれど、これ割とこう直射日光ガツッと当ててもですね、そんなに強く光らないので、構えやすさとかも非常に綺麗でいい仕上がりになってます。でこの、ハイドロブラストシリーズなんですけれども、いくつか、ヘッドの種類が用意されています。今回ちょっとお借りしたのはですね、非常にこうオーソドックスな外というモデルです。まず形状ですね、いわゆるブレードタイプ、昔ながらの方はピンタイプなんていうヘッド形状なんですけれども、しっかりこうトーとヒールに、重さを分けてですね、ミスに強いブレードタイプになっています。でこういったヘッドはですね、やはりそのヘッド質量が、どうしても限界がありますので、なかなかしっかり重量出しづらいんですが、ウエイトをしっかり装着することで、重量もしっかりある、振り心地のいい形で仕上がっています。それと特徴はですね、フェース面です。ピュアロールというシリーズを今まで、こうテーラーメイドさん使ってたんですけれども、今回は、ホワイトピュアロールという名前になってまして、より進化しています。こう45度にですね、溝が角度がついてまして、こう打った瞬間ボールを捕まえて、こう巡回転をすぐこう起こしやすくするっていうようなテクノロジーになってます。実際ちょっと打たせていただいたんですけれども、非常にこうトラディショナル、こう古き良き部分を大事にして作ってるのかなという印象です。フィーリングとしてはかなりこうソフトですね。ソフトなんですけれども、こうアルミニウムのこうちゃんと金属感もありまして、すごくこうソフトな打感なんですけども、打ち応えもある、非常にこう気持ちいいものでした。そうですね、このソトというモデルなんですけれども、正直こうピンタイプを使っている方であれば誰でもすぐ、使いこなせるというかですね、全く違和感がないものに仕上がっています。支えた時に頭側の垂れる量が大きく、感じられます。これおそらく他のモデルよりは少し強めに垂れるように設計されているものだと思うんですけれども、これがですね、こうしっかりローテーションする、アークですね、ワイパーのように振るタイプの方にとっては非常にこれ心地よく感じると思いますので、もうちょっとローテーションさせたいなとか、ご自身でもうちょっと操作感が欲しいなっていう方はですね、この外っていうモデルはですね、ちょっと打つ価値はあるのかなと思います。